この時間は日本対ボスニアヘルツェゴビナ、こちらをご覧いただきます。ブラジル第2の都市リオデジャネイロ、その北部に位置するのがこのエスタディオサンジアヌアリオです。2万を超えるキャパシティを持ち、90年以上の歴史を持つスタジアムです。ボスニア国歌お聴きいただきます。続いて日本国国歌です。このゲームは 4-3-3 のシステムで今日来ているんですが、北澤さん。そうですね、まあ、どこからでも攻撃の起点を作れるということですよね、はい、やっぱりサイドバックもしっかり相手のサイドバックもマークをしなければいけなくなる、そこにドリブルとかやっぱり上手い選手がそこに配置されているので、はい、まあ、サイドからセンターから起点を作って得点の機会を作りたいということですよね。かなり積極的な布陣と見てもいいんでしょうか。まあ、どちらかというと攻撃的な布陣になってますよね、はい、でそこからどういうふうにその攻守のバランスを取っていくのか、どういうふうにこれはゲームを見ていけばいいんでしょうか。まあ、4-3-3の中盤の3ですよね、このインテリオールがやはり中盤、そしてまたディフェンスとのつなぎ役目になれるので、うん、この機能しないとそのスリーラインということは保てなくなりますから、はい、中盤が大事になってますよね、うん、前半ゲームはスタートしています。日本対ボスニアヘルツェゴビナ、エキシビションマッチです。さあ北澤さん、本日の注目選手を1人挙げるとすれば誰でしょう。ヤニッチですね。あのパスの精度とテクニックには注目したいですよね。中盤から正確なパスを散らしてゲームをコントロールできますからね。セットプレーでも彼のキックは活かせると思うので、そのあたりも期待したいですよね。なるほど、そういった部分も今日の見どころですね。森岡、森田、鎌田へ、南野からサイドのスペースへ、南野から長友、どうだ、ボスニアヘルツェゴビナ、ここクリアで難を逃れます。ジェコ、ここで前を向けるか、富安、ここは競り勝ちます。惜しい。森田、酒井へ、長いボール縦へ抜けてくる、どうだ、クリア。このピンチをなんとか出します。このパスを防ぎます。オラシナツ、ボールは
シュニッチ、キーパー前へ蹴り出します。このボール危険です。サイドのスペースを使います。一旦前を取る、中は枚数いる。さあどうだ、さあどこに出してくる。鎌田、サイドを縦に走らせます。上げる、今日のゲーム両チームともまずこの立ち上がり、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めていってほしいですね。長友、鎌田へ、南野、シュート。いや、今のは北澤さんファインセーブでしたね。いや、これぞ守護神でしょうね。素晴らしい反応ですね。吉田、危ないところでしたがなんとか切り抜けます。ボスニア・ヘルツェゴビナとしては先ほどから前線の選手が積極的に下がってきますよね。そうですか。ここまで下がってくるのはどういう意図、狙いがあるんでしょうか。まずこの下がったことによって相手中央のディフェンスを引っ張ることができますよね、そうするとそこにスペースができるので、味方選手が飛び込んでくるという形ですよね。なるほど。そうするとさらに飛び出した選手の場所にスペースができますよね。そうなんですよね。そこに別の選手が走っていってもいいですし、柔軟にビルドアップもできますからね。はい。まだこの前半スコアに動きは見られません。さあ長友へ、さあどうする、チャンスを演出でミドル、枠のど真ん中蹴り込みます。まあ少し距離はありましたけどもね、どんどん狙っていく姿勢が大事ですよね。レシッチ、酒井、このボールをカットします。酒井から伊藤、丁寧に足元を使う。鎌田から右へ、裏を狙っていきます。お、いい形ですよ。ここで丁寧にコントロール、ベシッチ、長いボールを送ります。左サイドのドリブル、チェックを受けますが動じません。クロス合わせてくるか、ギャニッチ、サイドのスペースへ走らせる。裏を狙う、仕掛けるか、自分で行く、上げてくる、シュート、シュミット・ダニエル、これはいいセーブでしたね。まさに最後の砦ですね。ベシッチからジェコ、さあ左へ預けて、あっとオフサイドですか。前半29分が過ぎました。酒井、
鎌田へ。おっと、ギャニッチ、また中央へ、ベシッチ、ホラシナツ、裏へ届くか、この位置でボールを受けます、中に入れ、どうだ、シュート、いやジェイコピタリと合わせてきましたがゴールになりません。いつの間にか中に2枚3枚入ってきますからね、守れませんね。ボスニア・ヘルツェゴビナが決定的なチャンスを迎えたシーンでした。シュニッチ、ボスニア・ヘルツェゴビナが最終ラインまでボールを下げる。ギャニッチ、裏のスペースを狙う、これはちょっときついパスになりました。ベシッチ、ギャニッチ、シュニッチ、ベシッチ、ジェイコから左へ、スペースを狙う、いいボール入りますよ。ここで丁寧にボールを扱う、中は枚数います、来たー、ドボッソ、日本ここはポストに救われます。いや本当に数センチギリのところですよね、狙ってる範囲はね。このボールはつながりません。ギャニッチ、さあボールはジェコへ、どうする、来た、どうだ、このシュート、来た、先制、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあボスニア・ヘルツェゴビナ先制、1対0です。まあこのまま波に乗るのか、ね、逆に返されるのか、リスタート後のワンプレーが意外と大事だったりとかしますからね、はい、さあ鎌田、さあどうする、これを拾いたいボスニア・ヘルツェゴビナ、森岡、さあ左サイドへ、足元大事に行きます、長友、あ、いい展開ですね、クロスを入れる、ポスト直撃、ベシッチ、ベシッチから左へ、富安、大きく縦へ、裏のスペースを狙う、長友に渡る、ベシッチ、ホラシナツ、ジェイコ、シュート、
日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。スルーパス、この位置で受ける。ここでファールがありました。森田、細かいパス回し、レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。結果前半1対0。さあ前半が終わりました。日本としては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。日本対ボスニア・ヘルツェゴビナ、それでは引き続きゲームをお楽しみください。さあ後半スタート。この後半の入り方って非常に重要であって、守備的に行ってしまえば点を取れない、けど取りに行かなければいけない、はい、非常にその辺の、ね、バランスをどういうふうに崩していくかということが一番マネジメント能力、この辺が重要になってきますよね。なるほど。さあ繋がるか、抜けた、どうする、抜けてくる、どう見えた、弾いたボール、日本ここでスコアをフラットに、いいですね、見せますね。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。キーパーファンブルを視野に入れたポジショニングセンスが光ったゴールですよね。完全にイメージしていたから、今のは落ち着いて流し込みましたよね。日本同点に持ち込みました。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。さあ上がる。日本はあわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。寄せられてますけどもね、キープ力ありますね。シュートレンジです。さあ左へ預けて、どうだ、ピアニッチ、ジェイコ、シュート、シュミット・ダニエル、いや北澤さん、これナイスセーブでしたね。いやいい反応でしたよね。ファインセーブですよね。これはボスニア・ヘルツェゴビナ、決定的なチャンスを収めることができませんでした。さあカウンタースピードを上げたいところ、森田、ここはいいプレスで奪います。浜田、縦へのボール、ギャニッチ、シュニッチ、ベシッチ、シュニッチ、大きく縦へ、ギャニッチ、右サイドへ振って、クロスはディフレクション、コーナーキックになります。これは再処理、ここは間合いを取る。さあ中はいる、クリアです。ベシッチ、さあどこに出してくる、シュート、セイド、これはよく止めました。そうですね、よくキャッチしますよね。
スを演出できるか。鎌田から右サイド、まあクリアが精一杯ですよね。吉田、もう一つ前に行きたい。ここでワンツーを見せる。このクリアボール次へつなげたい。中央へ、さあ左サイドへ、中に合わせてくるか。長友から中、これはクリア。ベシッチ、長いボール縦へ、シュニッチ、ボールを下げてリズムを作るか。アーチのようなパス、酒井、流れを止めます。チャレンジはしません。後ろに流す、長いボールを送ります。鎌田、伊藤から南野、さあ右へ預けて、仕掛けるタイミングを図る。どうだ、これ仕掛けるか、すぐ上げる、サイドを使います。南野に渡る、上げてくる、コーナーキックのチャンス日本。シュニッチ、危ないシーンでしたがここはクリアの対応。シュニッチ、一気に縦へのアーチ。長友、このボールに触ります。おっと、拾いたい、クリア。このピンチをなんとか出します。スルーパスを狙う、ポイント変えましょう。頭で来た、勝ち越し、ボスニア・ヘルツェゴビナ。ジェイコ、ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですがしっかりと決めてきました。相手からの厳しいチェック、今みたいなプレッシャーの中でも落ち着いてシュートを打てるっていうのが素晴らしいですよね。さあボスニア・ヘルツェゴビナ、1点をリードしてリスタート。吉田、吉田から大きく縦、ホラシナツ、ベシッチ、ホラシナツ、ベシッチ、シュニッチ、ベシッチ、酒井、ここはカットします。裏へのスルーパス、これはつながりませんでした。激しいボールの奪い合いです。日本ここでカードをもらいます。これはカード、としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。シュニッチ、ベシッチ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。
森田、南野、ボスニア・ヘルツェゴビナが最終ラインまでボールを下げる。縦へのボール、オラスナツ、また中央へ、ピャニッチ、ボスニア・ヘルツェゴビナ。この時間帯で2点差に広がってしまうとリードしている方は非常に余裕を持って試合を進められますよね。まあ、大立場としては精神的にもきつくなってきますよね。ジェコ、チームのキャプテンです。酒井、森田、鎌田へ、伊藤、森田へ、酒井、酒井から伊藤、ドルーズボール、鎌田抜けるか、中で味方の選手が待っている。おー、ショートですね。酒井、トミヤスシュート、ルーズボール。さあどうする、トミヤス、柔らかいボール、トミヤスから長友、どうだ、打つか、抜けるか、クリアです。ミドル、いやー、このシュートは外れました。思い切って狙ってきましたよね。まあ、相手よりシュート数少ないのでそういった意味では積極的でいいと思いますけどもね。ここで引き離せばもう勝負決まったようなものですからね。ボスニア・ヘルツェゴビナ、落ち着いて時間を使います。ジェコ、ボールがつながる、裏のスペースを狙う、さえ抜けた、素晴らしいシュート、シュミット・ダニエル。そろそろ笛を意識し始める時間帯ですよね。最後しっかり守ろうっていう感じ出てますよね。森田から長いボール、縦へ、オラスナツ、セーフティーになってきましたよね。スルーパスを出す、撫でるようなボールタッチ、ベシッチ、ベシッチからコラシナツ、バーへのボール、このクリアボール拾いたい。ジェコ、打つ、一つね、アングルつけてからのシュートだったんですけどね。森田、森田へ、長友、長いボール縦へ、ベシッチ、吉田、ここは読んでいました。日本、これは奪い返します。タッチ終わったところで笛が吹かれました。試合終了、2対1、日本惜しくも僅差で敗れました。さあ北澤さん、
今日の試合ですがどうご覧になりましたか。日本としてはサイドから攻め込まれるケースが多かったですよね。結局それが失点に結びついてしまったわけですから、選手の位置取りやマーキングの仕方などチームとしてもう少し検討するところはあったと思いますよね。そうですね、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんにお願いいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。日本が2対1で試合を落としています。